ただいまご紹介に預かりましたリニア庁企画課長森下と申します。本日はどうぞよろしくお願い申し上げます。それでは今日は私の方からですね、今とっても森林が注目を集めています。それで森林ってとっても重要で大変重要な役割を負っております。で、言うまでもなくその山で木を育ってさまざまなものに使うだとか、あとはその洪水を防止して国土を守るだとか、あとはやっぱり我々毎日使っている水ですね、水をこうしっかりこう管用するといったようなさまざまな機能を持っております。で、さらにここへ来てやっぱり注目を浴びておりますのが地球規模での最も重要な課題、気候変動。この気候変動への対応が待ったなしという中で、森林というのはこう CO2 をこうきっちり吸収をするといった機能も持っております。本日はですね、この重要な森林をそのもっと豊かにして、そしてもっと強くして社会のさまざまな課題に解決に向けて日本の森林でもって大いに貢献していきましょう、寄与していきましょうといったお話をさせていただければというふうに考えております。どうぞよろしくお願いいたします。それでは資料に即しまして、まず第1章でございますけれども、日本の森林業をめぐる状況はこうなっていますといったことであります。2ページ目ご覧ください。我が国の森林資源の状況でございます。我が国はご覧の通りですけれども、世界有数の森林国家であります。2500万ヘクタールの森林を持っておりまして、約国土の3分の2を占めております。その山に、どれだけ木が植えられているかといったことでございますけれども、歴史を振り返りますとですね、やはりこの戦中あるいは戦後間もない頃、復興ですね、ここでたくさんやっぱり木が使われまして、その結果としてこう山が荒れてしまったといった歴史がございます、経緯がございます。しかし、その後ですね、我々のこう先代あるいは先達がですね、一本一本こう木を植えることによりまして、それを育てて手入れをしてくれました。そのご努力のおかげで今はまさにこう山はいっぱいになっていると、充実の木を迎えているという状況でございます。右のグラフご覧いただきますと、40年生、50年生、60年生と、大体収穫適期といったのが50年生と言われておりますので、まさにこう日本の森は収穫すべきタイミングを今まさに迎えようとしているということになります。他方ですね、3ページ目ご覧ください。気候変動というのが大きな最大の課題となっております。最近は雨の降り方が変わってきているというようなことだとか、大雨だとか、これは見たことないような大雪だとか、各地でやっぱり山地災害が頻発しております。日本でも顕著になっております。で、これは日本だけではなくて、やっぱり地球規模の課題になっておりまして、地球のさまざまな地域において、大きな災害が発生しているといったことでありまして、これはもう全ての国そして全ての地域が取り組んでいかなければならない大きな課題でありまして、中でもやっぱり日本はですね、率先してリーダーとしてですね、ここを牽引していかないといけないというような状況にございます。4ページ目ご覧ください。この気候変動への対応がですね、急務となる中ですね、日本といたしまして2050年カーボンニュートラルを宣言いたしました。すなわちその温室効果ガスの排出量そして吸収量をですね、均衡させましょうといった、そういう状況を作り出していきましょうということであります。で、2050年カーボンニュートラル、そしてその手前のところの2030年度までのですね、CO2 削減目標につきましても、新たに目標をきっちりピシッと定めました。基本的にはですね、排出量を削減していきましょうといったことが基本でありまして、例えばその、電力ですね、電気を作るのに石炭など化石燃料を使うのではなくて、太陽だとか風だとか水力だとか、そういった再生可能エネルギーを使いましょうといったような取り組み、こういったことは基本でありますけど、それと合わせてですね、やはり、森林でもって吸収を増やしていくといったこと、森林の役割がとっても重要になってきております。特にですね、森林による CO2 を吸収増やすとともにですね、木材をこう適切に使っていくといったことで、炭素をきちっとその中にこう貯蔵してもらう、固定してもらう、隔離、大気中から隔離してもらうといったことによって、この大きく貢献していこうということになっております。続きまして5ページ目から6ページ目ご覧いただきたいと思います。2050年カーボンニュートラルに向けまして、森林でどう貢献していくかといったことでございます。一つはやはり森林自身が、吸収力を高めていくといったことでございまして、具体的にはどういうことがあるかといったことでありますけれども、これはやはり
どんどん植林をしていく、増林をしていくといったことになろうかと思います。最近はですね、エリートツリーという言葉も聞かれるようになりました。エリートツリーというのは成長スピードが大変速いものでございまして、これ長年にわたる研究の成果が開発されたものでございます。こうした木をですね、苗木として使って今どん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 植えているところでございます。もう一つの大きな柱としましては、木材を適切に使うといったことございます。木材の利用によって、炭素の貯蔵、炭素の固定を高めていこうといったことでございます。通常その山で木を切ってしまうと、切ってしまった場合ですね、それを燃やしてしまうと、やはり大気中に二酸化炭素を排出するということになりますけれども、木材をですね、きちっと製品だとか、あるいは住宅に使うといったことによりまして、その間はですね、しっかりこう CO2 をとどめてもらう、ぎゅっと溜め込んでもらうと、貯蔵するといったことになりますので、これは大変大きな機能を果たしているといったことになります。現在木材というのは住宅中心に使われておりますけれども、住宅以外、例えばその公共の大変大きな建築物だとか、あるいは最近ではですね、都心にたくさんある高層のビルやオフィスなんかにもですね、ぜひ木材を使って建てていこうというような取り組みも見られるところでございます。さて、これからでございますけれども、じゃあ我々はどういうことを目指していくべきかといったことで、そのまず初めにみんなで、森を作っていこうではありませんかといったことでございます。第1章に入ります。まずその日本の山でございますけれども、先ほど申し上げた通り、育ててきた木をまさに収穫すべき時期を迎えているといったことを申し上げました。でここで考えるべきことはですね、木を収穫して、そして木を切って終わりといったことでは、そういうことであってはならないといったことでございます。やっぱり森林は森林としてその形態を維持していく、続けていくと、継続していくといったことは大変大きな役割でございまして、だからこそ大きな効果を発揮するといったことであります。こうしたそのいわゆる収穫する、そして使う、そしてその後きっちり植えると、そして育てるといったようなサイクルを未来永劫にわたってこう繰り返していく、そういったサイクルをきちんと構築して循環資源としての森をきちっと維持していくといったことが肝要かと思っております。我々今この収穫期を迎えているんでありますけれども、これはやはりその我々の先人先達の皆さんがやっぱり一本一本植えてくれたといったこと、その恩恵に預かっているわけでございます。まあ、だからこそですね、我々も将来世代に向きまして、やはりこの将来の世代の方々がですね、恵みを受け取ることができるよう、まさに今我々としてもやっぱり植えるといったことについてもよく意を砕いていかないといけないと、そういう時期でございます。9ページ目ご覧ください。その一口にこの森を作ると言いましても、やっぱりさまざまな課題がございます。たくさん問題がございます。例えばその人口減少、日本でも大きな問題になっておりますけれども、やっぱり山村においてもこれは深刻な問題でございます。やはりその森を作る人、木を植える人がやっぱりいなくなっていると、担い手が少なくなっているといったことは大変大きな課題でございまして、まあ、こういった課題を一つ一つ解決していくことが必要になっております。今日はですね、その一つの問題であります、やっぱり、森を作る仕事、作業というのは大変な手間といいますか、労苦のかかる作業でございまして、これをどう乗り越えていくかといったことでございます。やはり山での作業って大変なことでございまして、想像以上にこう負担をかけているといったことでございます。ましてや今担い手がいない、人がいないという時代でございます。こういった中で人手をかけないで、いかに省力化して、そして効率的に、そして効果的にどうやっていくかといったことが大きな課題となっているわけでございますけれども、我々はまさに技術だとか技術革新だとかイノベーションでもってですね、これをなんとか道を開いていきたいというふうに考えております。例えばその森を把握するといったことがございます。森をどこにどういう資源があるかといったことを把握するといった必要がございますけれども、昔はやっぱり森の中にこう分け入って一つ一つこう確認をするといった作業をやっていたわけでございますけれども、今はやはり航空機を飛ばしてこうレーザーでパッとかかっちゃう、あるいは衛星から写真を撮って撮っちゃうといったことで、森林の資源がどういう状況にあるかとか、どういう状態にあるかとか、あるいはその価値がどんなものかといったこと、詳細なものがですね、結構瞬時にしても把握できるようになるということもあります。で、先ほど申し上げたエリートツリー、スピード、成長スピードの大変速いものをどんどん
開発しておりますし、あとやはりそのドローンだとか ICT だとか情報通信技術なんかも使いながらですね、例えば苗木なんかも今昔であれば人がこう背中に背負って持っていったわけですけど、今なんかはもうドローンでですね、苗木を運んで効率的に作業をつなげていくといったようなことも徐々に行われているわけでございまして、まさにこうやはり手間がかかるところをなんとか技術革新でもって、テクノロジーでもってですね克服していきたいというふうに考えております。それからもう一つ今日ご紹介したいのは、やはり森づくりにとって、今やっぱり森づくりというのはやっぱり一部の森林関係者、それから林業関係者が背負っていると担っていただいているといったことになりますけれども、やはりこの一部の関係者だけじゃなくて、もうあらゆるセクター分野を超えてですね、もう国民全体でこれをやっていく、応援していくといったようなことが必要なんだろうというふうに思います。ここに書いてございます通り、ボランティア団体だとか行政はもちろんですし、あと企業団体さんも取り組んでいただいています。さらに右下にございますように、緑の少年団というような子どもたちが担っている場合もございます。こういったことを含めてやはり国民全体でですね、やっていくということ、こういった運動を広げていくといったことが重要であると思っております。で、林野庁としてもこの点大変重要だというふうに考えておりまして、なんとか国民全体を巻き込んだムーブメントとすべくですね、去年から森づくりに頑張っていただいている企業さんだとか団体さんだとか、そういった方をですね、コンテストでもって、やっぱり競っていただいて、で優れた取り組みを行っている方々にですね、顕彰する、表彰するといったような制度を立ち上げました。去年スタートさせました。これはやっぱり国民全体でやっていこうという機運を盛り上げてですね、国民全体で幅広く巻き込んで、そしてムーブメント、一大ムーブメントを作っていこうという、その第一歩としてですね、スタートすることができたんじゃないかというふうに考えております。12ページ目にですね、その去年の第1回の森林×脱炭素チャレンジ2022という検証制度がありますが、その受賞者をご紹介させていただいております。ご覧いただくと一目瞭然なんですけど、森林の関係者、それから林業の関係者はもちろん入っていただいております。のみならず、飲料メーカーさんだとか、地域金融機関さんだとか、あるいは銀行さんだとか、あるいはそのベビー用品の製造メーカーさんなんかもですね、受賞者に入っていただいて、おります。やはりこの脱炭素に向かって、やはりあらゆる業種を超えてですね、取り組みを求められているといったことも背景にあるかと思いますけれども、もう一つやっぱり重要な点というのは、脱炭素化に向けていかにこう貢献しているか、どんな取り組みをやっているかといったこと、これはその単にその収益だとかいうことを追い求めるだけではなくて、持続可能な社会に向けてどういうことをやっているか、それは森林づくり含めてであります。そうした取り組みだとか、取り組みの姿勢だとか、取り組む姿だとか、そういったことがまさにその会社だとか団体のですね、魅力を向上させる、あるいはその価値を高める、企業価値を高める、そしてより高い評価を受けるといったような時代が少しずつ来ているのかな、到来しているのかなというふうにも感じます。こちらはですね、応募企業の取り組みの普及といったことで、応募いただいた方々、企業の方々に対してはですね、グリーンパートナー2022としてですね、林野庁のホームページなどでも公表しておりますし、左下にございますように、オリジナルマークなんかもつけていただいてですね、より一層頑張っていただくということをやっております。今日ちょっとお手元にですね、大変恐縮でございますが、1枚紙のフライヤーをお配りしておりまして、今年は2年目を迎えますので、この検証制度をまた充実強化した形でやっていきたいと思いますので、何卒ご参照いただければというふうに考えております。はい、それから次の第2番目として、みんなで木を使いましょうといったことでございます。木を使うといったことについて考えてみたいと思います。やっぱりカーボンニュートラルにどう貢献していくかと、木がどこにあるのかといったやっぱ2つございます。1つはやっぱり木を使うことで、先ほども申し上げました通り、炭素、二酸化炭素をですね、ギュッとこう中に溜め込んでもらう、貯蔵してもらう、それは大気に放出することなく、隔離、そこを大気から隔離して貯蔵することができるんだと
といったこと、これ大変大きな役割でございます。それともう一つは、木材製品だとか加工したり木材製品を作ったりという時にですね、それをその鉄やコンクリートで作る場合と比較して考えますと、そのそこのライフサイクルでですね、使う用いられるエネルギーの消費が全然違うんですね。木を使ったらやっぱりそこが格段に少なくなるといったことで、こういったことでも CO2 の排出削減に大きく貢献していくんじゃないかというふうに考えております。それからこの木を使うことのビジネス面の効果を考えてみますと、やはりその一つはですね、木を作るとね、木を使うとやっぱりこうその建物っていうのは温かみがあるよねというようなことも言われます。安らぐよねと、行ってみたいねと、訪問してみたいねというようなことで、やっぱりこれはビジネス面でも好ましい影響があるんじゃないかというようなことも言われております。それから、木を使うことで心身面、我々の健康面への効果といったこともあります。これはなんとなくそうかもねといったことは言われてきておりましたけれども、近年はやはりこの辺はサイエンス、科学が進んできておりまして、科学的なエビデンスを持ってですね、リラックス効果が確かにあるんだよと、ストレスを下げるんだよと、あるいは免疫細胞の活性化を図ることができるんだよといったことが科学的なエビデンスでもって、メリットがこう示されるようになってきたといったことが挙げられるかと思います。ここで紹介したいのは、今こうやって木をどんどん使いましょうねといったことを言ってるんですけども、歴史を遡ると必ずしもそうじゃなかったといったことを一度確認をしておきたいと思います。歴史を振り返ると、やはりその木を使うこと、建築物に木を使うことについてはやっぱりちょっと慎重に考えた方がいいよねというような時代もございました。それはなぜかというと、やはり人口が密集している都市において、やっぱり燃えやすいもの、やっぱり火災が気になったわけでございます。だけど時代はやっぱり進みまして、技術開発がやっぱりこういった面を克服しつつございます。実際燃えにくいだとか、あと鉄筋コンクリートだとか、比べてもですね、引きを取らない丈夫さを持ったそういった木材もぐんぐんこう開発されてきておりまして、こういったことを根拠にして元にして木材利用を抑制するという姿勢から、まさに木材利用の拡大に大きくこう舵を切っているといったところでございます。19ページ目ご覧ください。公共建築物を、木を使った公共建築物を増やしていこうといったことで、そのための法律を2010年に、作って成立させております。まあ、こういった法律の成果もございまして、その後着実に、公共建築物において木造が使われる、そういった割合が増えてきているといったことでございます。はい、こちらはですね、建築物における木造の状況といったことで、建築物の床面積で木造かそうじゃないかといったものでございます。ちょっと分かりにくいんですけども、左側は住宅で、右側は非住宅であります。で、縦軸は1階から5階といったことでありますけども、やはり左下住宅で、低層のものについては緑ですね。緑というのはこれ木を使っているといったことでございまして、やはり木造がほとんどであるといったことであります。ただそれ以外のところ、非住宅で、あるいは高いところの建物といったことについてはやっぱり黄色ということで、木造以外のものがほとんど占めているといったような状況でございまして、なんとかこの緑の部分を増やすべくですね、我々頑張っているといったことでございます。それで最近でございます、高層の建築物について木材が使われると、利用されるといった事例も確実に事例として現れてきております。これは建築計画中のものも含めてございますけれども、都心にこれだけ高い建物が実際にこう木で建てられるといったような事例が現れてきておりまして、例えばその、花壇なんかの銀座8、銀座の真ん中にですね、こういった木造がですか、利用された、建物が実際にも現れているといったような事例も出てきております。こうした中ですね、公共建築物木材利用促進法の改正がございまして、従来は公共建築物に限ってですね、木材利用を推進していこうとあったんですけど、これやっぱり民間の建築物に広げて、一般の建築物全体について木造をどんどん使っていきましょうねというような、そういった推進をするための法律ももらっていてございます。はい、それで残りの時間も少なくなりましたけれども、最後でございます。みんなで、森とつながりましょうということでございます。最初に森を作りましょう、それから森を木を使いましょうと
ということを申し上げました。やはりこういったことを推進するためには、やはり森と深い、理解をする、森と深くこうつながっていくと、森と深く触れ合っていくといったことがとても重要で、ございます。例えば、森と森林と健康についてでございますけれども、やはり森林空間に、身を置くといったことは、やはり人の心身に対しても非常に好ましい影響を与えるといったことがさまざまに言われてきているといったことでございます。そうした中でちょっとページを飛びますけれども、一つは我々としてですね、林野庁としてフォレストスタイルといったことをちょっと提唱しております。今あのウェルビーイング、まあ、幸福感というように、言われることが多いんですけれども、やはりその日常のさまざまなステージや場面においてですね、森林の触れ合い、あるいは森との恵みというのをいただきながら、やはり健康で文化的で、そして心豊かに暮らすことができるライフスタイル、そういった生活スタイル、フォレストスタイルというふうに呼んでおりますけれども、こういったことをちょっと提唱させていただいております。あの人生 の、 あの各ステージ、幼児期、それから児童学生期、それから青年、それから壮年期、そして、老年期と、それぞれにやっぱり森をと触れ合うチャンスというのは あるし、広がっているんだろうというふうに考えております。でそういった中からですね、森林のサービスを実際にこう使いたいというようなこと、それは森林を切り口として、例えば健康であったりだとか、教育であったりだとか、スポーツだとか、環境だとか、アクティビティだとか、利用だとか、さまざまございます。森を使ってやっぱりこういう森林サービスを受けたいんだというようなニーズが確かにあるし、あるいはこうそのサービスをこう提供したいという事業者もたくさんいる。でそこにはきちんときっとですね、なんて言いますか、ビジネスが生まれてくる可能性もありますし、もしかしたら将来こう産業なんかに大きく発展していく可能性もあるんじゃないかなというふうに考えておりまして、林野庁としましても、この森林サービス産業といったものをどんどん起こして、そして推進するといったことを考えております。でフォレストスタイルの最後、社会的意義といったことをちょっと書かせていただいております。さまざまな社会課題がございます。働き方、それから健康寿命の問題、それからアクティブラーニング、積極的に学んでいく姿勢というのを持ちつけようといったことだとか、あとはやっぱり新しい生活様式の実践といったことが言われます。その一つはやはりコロナパンデミックを我々は経験をいたしました。我々経験した我々としては、やっぱりその満員電車に揺られて出勤して都心のオフィスで集まってお仕事をするんではなくてですね、例えばワーケーション、ワークと、それからバケーションを組み合わせたワーケーションという言葉が生まれておりますけど、こういったワーケーションによって自然豊かな森林、そういったリゾート地で余暇を楽しみながら仕事を行うというようなこともですね、オプションの一つに入ってくるような時代で、ございます。そのフォレストスタイルというのを通じてですね、やはりさまざまな社会課題の解決、社会的な意義といったものについてもですね、考えていくことができればなというふうに思っております。最後でございます。結びに変えてといったことで、今日は3つ主に紹介させていただきました。1つは森林を作りましょうといったこと、まさに収穫期を迎えている日本の森林でございますけれども、適切に使って、そしてその後はきちっとまた植えて、そしてまた将来の世代につないでいこうではありませんかといったことであります。で2番目はですね、やはり森林、そこから生み出される木をですね、適切にこれ使いましょうといったことでございます。使うといったことの意義をもう一回確認をしてみて、そしてさまざまな効果、魅力があるといったことでございます。それから3番目で、やはり作る、それから使うといったことを応援する意味でもですね、やっぱり森と深くつながっていきましょうといったことでございます。やはりこういった3つの行動でもってですね、みんなで力を合わせて、そしてやっぱり豊かな森を作る、そして強い森林を作ると、そういった森林を起点にして、カーボンニュートラルはじめさまざまな社会課題、解決して、そしてやっぱり明るい社会、明るい未来、より良い社会を構築できるよう、力を尽くしてまいりたい、頑張ってまいりたいと思っております。ご清聴ありがとうございました。どうもありがとうございました。